発全員安打ではありますけれども、この中井のような若い選手にしてみますと、もう1本でも多くと。いや、もちろんそうですね、中井選手にしてもこう巡ってきた、まあ、自分で掴んできたチャンスなんですけども、やっぱ逃したくないですからね。そうですね、このやっぱりセカンド争いっていうのも非常に熾烈で、はい、まあ、昨年後半は藤村が取りそうな勢いだったんですけども、今年は脇屋が戻ってきて、開幕からね、から脇屋、脇屋でね、そうでしたね、はい、行きましたけども、なかなか続けていけないわけですよね、はい、そこに、まあ、寺内が戻ってきたり、立岡が入ったり、はい、この中井ですよ。そうですね、やっぱり一つのポジションの、その1位の行く首位のジャイアンツでも、そのだけ悪いと続けて出られないというのが、このチームの層の厚さですね。内野を複数守り、外野にもトライしている今シーズンの中井です。2ボールです。まあ、今日は高橋にもホームラン出まして、まあ、高橋、谷のベテランが1軍に入りましたが、その代わりに小笠原と松本が2軍に行くという結果にもなってますしね。そうですね、まあ、少し結果が出ないともう本当に容赦ないですから。はい、1、2塁間破りました。中井にタイムリーヒット、1点追加、12対3とまたリードを広げ、ヒットの数がチームで19本、今シーズンの最多安打21本にあと2本と迫っています。今のボールでも難しいアウトコースの低めですよね、はい、そうですよね。でやっぱりコースに逆らわないライトに近づく素直なバッティングですよね。こういう点数にもかかわらず強引に行かないですよね。確かにそうですね、いい方向への打球を見せました。これで19安打12点、まだ満塁です。